山口隆一は北海道競馬所属の長教師、元騎手。1981年、宇都宮競馬場所属騎手としてデビュー。4月25日に初騎乗、5月10日に初勝利を挙げる。1995年4月29日に東京競馬場で行われた青葉賞で13番人気だったロード未来に騎乗。これが中央競馬初騎乗であり、 JRA 重傷初起場でもあったが、結果は14着に終わる。2005年3月で宇都宮競馬が廃止となり、6月に北海道競馬に移籍する。2006年7月22日に函館競馬場で行われたラベンダー賞をインパーフェクトで制し JRA 初勝利を挙げる。10月に行われたスーパージョッキーズトライアルで2位となり、補欠機種として、 第20回ワールドスーパージョッキーズシリーズに推薦された。2007年2月14日にゴールデンジョッキーカップに出場するも9位だった。8月16日に地方通算2500勝を達成。10月11日のエーデルワイス賞をマサノミネルバデス選手ダートグレード競争初勝利。2013年度第3回長教師免許試験に合格し、 2014年1月1日付で調教師免許を取得。2014年7月9日、門別競馬第4競争で管理馬スケリックマイケルが勝ち、調教師としての初勝利を挙げた。2005年の宇都宮競馬廃止後、他の地方競馬から遺跡の案件があったのの本人は断り、2年ほど何もせずに過ごして、これからのことを考えようと思っていた。しかし、 宇都宮競馬廃止で、実質無職となった山口をねぎらうファンの言葉や、家族の言葉が逆に重くのしかかる。そこでいい騎手が多く、いい2歳馬が集まる北海道競馬への移籍を考え、以前騎手交流戦で進行があった斉藤正弘へ相談。断られると思っていたか、トントン表紙に話が進み、その年の6月に北海道へ単身赴任で移住。 北海道競馬の騎手として騎手生活の再スタートを切る。山口は単身不妊であり、家族は栃木在住である。当期救済期間に栃木の家族のもとへ帰る生活を続けている。北海道競馬の不シーズンには他地区の競馬場にて期間限定騎乗を行っていた。ありがとうございます。